もしも二度と取り消せないものがあるとしたらどうでしょう。言葉、決断、過ち、それは心の痛みが永久に続く世界、心の傷が決して癒えない世界。オートコレクトもバックスペースも削除もない世界。人がただ漂い、幸福から平安から、そして神から離れていく世界。それが救い主のいない世界です。幸いにもそれは存在しない世界です。なぜなら、昔ある静かな夜、小さな町で一人の幼子が生まれたから。全ての人の心を変え、全ての別れに終わりを告げ、全ての過ちを正すために。苦悩、後悔、失意、不安を克服するために。主はあなたを理解し、私たちを癒し、神と人を隔てる寂しい谷間に橋を架け、天の家へ連れ戻してくださる。私たちが主に身を委ね、主を愛し、主に従うなら、そのために私たちは祝い、歌うのです。そのために主はお生まれになったのです。